悲願状『アルセーヌ・ルパン2』翌日の新聞に次のようなことが発表された昨夜外科医として有名なドラトル博士は夫人と礼状と一緒に芝居を見に行ったがその終わり頃に2人の従者を連れた1人の紳士が来て博士に言った私は警察から参りましたが。 ぜひ私と一緒においでが願いとございます急に先生にお願いすることができましたのでお迎えに参りました芝居が終わります頃にはきっとお帰りになれますから博士はその紳士を連れて劇場を出たが芝居がおしまいになっても帰ってこないので夫人たちが心配して警察に電話をかけるとそれは全く誰か他の者の,のしたことで 警察では知らないことだとだわかり、大騒ぎになった。このことは次の新聞でいよいよ不思議な事実となって現れた朝9時になってドラトル博士は1台の自動車で帰ってきたその自動車は全速力で行方をくらましてしまった博士の語るところによるとある手術をしなければならない病人を 診察するるたために連れれて行かとということであるそれはある田舎の宿屋の一室で病人は大変悪かったそうであるそして博士は一万円のお礼をもらったそうであるしかしそれ以上はどうしても話さなかった博士は固く口止めをされているらしかった警察ではこの博士誘拐事件をあの ジェイブル伯爵邸の事件と何かのつながりがあると目星をつけた傷ついた賊のいなくなったこと有名な外科医の誘拐そこに何かあるだろうとは誰でも考えることである調べた結果その考えは間違いのないことになった業者に化けて入り込み革帽子を取り替えて自転車で逃げた犯人は 自転車を歩くの森の溝の中に捨ててサン・ニコラ村へ行き、そこからさのような電報をパリへ打った形跡がある。rn 体悪し、手術を要す名医をくれ。これでいよいよはっきりと分かった。この電報を受け取った。悪漢の仲間は博士を早速送ったのだ。 こちらでは火事騒ぎを起こさせその間に傷ついた頭を救い出してこれを近所の宿屋へ担ぎ込んで手術を受けさせたに違いない今はその宿屋を突き止めればいいパリからは特別にガニマール探偵が入り込んできた近所の宿屋という宿屋は一見残らず家の中まで調べたしかしどうしたのか そんなな怪我人を止めたた。宿屋は一件もなかっ翌日曜の朝一人の巡査がその夜兵の前の往来で一人の怪しい人影を見たと言った仲間の者が様子を見に来たのであろうかあるいはまた彼らの頭が総員のどこかに隠れているのであろうかその夜ガニマール探偵は 古の外を警戒していた12時過ぎになって果たして怪しい一人の男が森から現れてガニマールの前を通り古門から庭へ忍び込んだ3時間ばかりの間その男は総員の近所をあちこちと歩き回りあるいは地上にかがんでみたりあるいは円柱に登ってみたりあるいは一つところに立ち止まって 長いこと考えていたりしたがやがてまた元のようにガニマール探偵の前を通って行こうとした待ち構えていた探偵たちは突如くみついて捕まえたくせ者は少しも手向かいをしなかったしかしいざ調べる時になると何を聞かれても答えなかった判事が来れば分かることだというだけであった 月曜日の朝、ハンジは着いた。ガニマールはクセモ者を判事の前に引き立てたクセモ者はボートルレであった判事はボートルレを見て非常に喜ばしげに両手を差し出して叫んだ「いやあボートルレくん君のことは十分わかりました君はもういないのかと思いましたよ」。 ガニマートルでは判事に言った「判事さんじゃあもうすっかりわかりましたね」「十分わかりました」「第一レイモンド城が塀の外の小道で君を見たという時間に君は確かにブールレローズにおられた君は間違いなくジャンソン中学の学生でしかも 優等生であることがわかりましたでは本してくださいますかもちろんしますししかし先日話しかけてやめてしまった話の続きをぜひしていただきたい。2日間も飛び回ったことだからだいぶ調べは進んだでしょう。これを聞いたガニマールはいかにもバカバカしいというような顔をして。 部屋を出ようとした判事は手を挙げてそれを呼び止めたガニマールさんいけないいけないここにいらっしゃいボートルレ君の話は十分聞くだけの値がありますボートルレ君の鋭い頭を持っていることはなかなかの評判で英国の名探偵エルロック・ショルムス氏のいい相手とさえ言われているのですよ ガニマールは苦笑いをしながらとどまった。ボートルでは話し出した。僕は調べたことをお話しして知ったかぶりをしようとは思いませんが、まず盗まれたもののことからお話し,しましょう。僕にはこれは一番優しい問題でしたから。優しいというのは、順々に考えてみさえすればいいからです。それはこうです。 二人の令状の言葉によれば二人の男が何か持って逃げたということですそうすると何か盗まれたに違いないのですなるほど何か盗まれたのですねところが伯爵は何も盗まれてはいないと言っていますなるほどこの二つのことから考えてみると何か盗まれたのに何もなくなっていないということは 何か盗んだ品物と少しも変わらぬものが本当のものと置き換えられてあるに違いありません。なるほど、なるほど。と判事は一生懸命になって聞き出した。この部屋で強盗の目につくものは何でしょうか二つのものがあります。第一にあの立派な絨毯です。しかしこんな古い掛物は、 とてもこれと同じようなものはできません。すぐに偽物だということがわかります。次にあるのは4枚のこの名画です。あの壁にかけてある有名な絵は偽物です。なんですって、そんなはずはない。いや、確かにそうです。いや、それは間違いだ。まあ、ハンジさんお聞きなさい。ちょうど1年前、ある1人の男が、 伯爵のところへ訪ねてきてあの名画を写させてくださいと申し込みました伯爵が許されたのでその男は早速それから5ヶ月も毎日この客間に来て写していったのですここにかけているのはその時写した方の偽物ですハンジとガニマールとは驚いて目を見合わせたとにかく伯爵に聞いてみよう とハンジは言った伯爵は呼ばれたそしてついにボートルでは勝った伯爵はしばらく困ったような顔をしていたがやがて口を開いた「実はハンジさんこの名画は4枚とも偽物です」ではなぜ作用をおっしゃらなかったのです 私は穏やかな方法でその絵を取り戻そうと思ったからです。それはどんな方法ですか。白尺は答えなかった。ボートルでは変わって答えた。この頃大きい新聞に、名が買い戻すという広告が出ています。あれがそうです。白尺はうなずいた。またしても少年は勝った。 判事はますます感心してしまった君は実に偉いですねどうぞ先を話してください君は犯人の名前も知っていると言われたはずですねそうです誰があのドバルを殺したのでしょうその男はどこに隠れているのでしょう実はそのことについては一つの間違いがあります ドバルを殺した男と逃げた男とは別の人間です。なんですってハンジが叫んだ。伯爵や2人の霊場が客まで見た男そしてレーモンド城が銃で撃って庭園の中で倒れ我々が今探している男それと ドバルを殺した男とは別の人間だというのですかそうですでは別にまだ逃げた犯人がいるのですねいいえではどうもよくわからないですな誰がドバルを殺したのですそれを申し上げる前に少し詳しくお話をしないと 私があまり変なことを言うようにお思いになるでしょうまずドバルが殺されたのは夜中の4時であるのにドバルは昼間と同じような着物を着ていました伯爵はドバルは夜更かしをする癖があると言われましたがみんなの言うのを聞きますとそれとは反対にドバルは大変早く寝るそうですそうしますと話が合わないで少しおかしくなります それに僕の調べたところによるとあの名画を写させてくれと言った画家はドバルの知り人だったということですそれでいよいよ僕はドバルが怪しいと思いましたするとどういうことになりますかつまり画家とドバルとは仲間でしたそれは確かな証拠がありますドバルが手紙を書いた吸い取り紙の端に「ア・エル・エン」 という字があったのを見つけました電報の名前と同じですドバルは名画を盗み取った強盗犯人と手紙のやり取りをしていたのですなるほどそしてハンジはもう反対しなかったですから逃げた犯人が仲間であるドバルを殺すはずはありませんそうかしらハンジさん思い出してください 気を失っていた伯爵が一番初めに叫んだ言葉は、ロバルは生きているかということでした。その後伯爵は眉間をくせ者に殴られて気を失ってしまったと言われました。どうして気を失った伯爵が正気づくと同時に、ロバルが探検で刺されたことを知っていたのでしょう。そしてすぐまたボートルレは続けた。 たたちを客間へ引き入れたのはドバルです。そして伯爵が目を覚ましたのでドバルは探検を持って伯爵に飛びつきました伯爵はついにその探検を奪い取ってドバルを刺したのですそれと同時にもう一人のくせ者に眉間を殴られて気を失ったのですハンジとガニマールはまた顔を見合わせた伯爵 この話は真実でございましょうか。判事は尋ねた。白爵は答えなかった。黙っていらしては帰っていけません。どうぞお話しください。今のお話はみんな本当です。白爵ははっきりと言った。判事は飛び上がって驚いた。白爵は、 20年も自分の家に働いたドバルを賊の仲間だと知らせたくなかったそれにもうドバルは殺されているのでそれで十分だと思ったドバルは2年前からある夫人と知り合いになりその人にお金を贈るために盗賊をするようになったということなどを伯爵は語った伯爵が部屋を出て行った後で、で判事は今度は 犯人のの隠れてていいる宿屋のことについて尋ねたボートルレの答えはまたた違っていたボートルレの答えによると「犯人は宿屋などにはいないというのである」「宿屋へ運んだように見せかけたのは警察をたぶらかす罠であった」「犯人は確かにまだあの村員の中に隠れている」「死にそうになっている病人をそんなに運び出せるものではない」 あの火事騒ぎをやっている間に医学博士を総院の中へ案内した医学博士が宿屋だと言ったのは犯人たちが博士を脅かしてあのように言わせたのだとボートルでは語ったしかし総院の中は円柱が56本あるばかりで判事は不思議だったそこに潜り込んでいるのです とボートルレは力を込めて叫んだハンジさんそこを探さなければアルセーヌ・ルパンを見つけ出すことはできませんアルセーヌ・ルパンハンジは飛び上がって叫んだ有名なその一言に一座はしばらくしんとしてしまったアルセーヌ・ルパン大冒険家大盗賊王 目に見えぬ彼ルパンは虚しい大捜索の幾日間をどこかの隅で傷に苦しんでいる。不敵の敵は本当にルパンであろうか。判事とガニ回る探偵とはしばらくじっと動かなかった。ご覧なさい、とボートルレは言った。彼らが手紙をやった宛名の略字に何とありますかア・エル・エン。すなわち、 アルセーヌの一番初めの文字とルパンの名の初めと終わりの文字を取ったのです、はああ君は実に偉い天才ですこのローガニマールも負けましたとガニマールは言ったボートルでは喜びに顔を赤くして牢探偵の差し出した手を握った3人は路台に出たそして ルパンが隠れているという僧印を見下ろした判事はつぶやくように「してみるとあいつはあそこにいますねあそこにいます」とボートルレは思お,おもしげに言った銃で撃たれた時からルパンはあそこにいるのですいかにルパンでもあの時逃げ出すことはできなかったのですそうするとどうして生きているのだろう 食べ物や飲み物もいるだろうにそれは僕には言えませんしかし彼があそこにいることは決して間違いありません僕はそれを断言します総員の方を指さしたボートルレの指先は空中に一つの円を描いてそれをだんだんに小さくしてとうとうある一点にとどめた判事と探偵は 「その一点を見つめつつ胸の震えるのを覚えた」「アルセーヌ・ルパンはあそこにいる」「有名な巨塔ルパンが一人寂しくかの暗い地下室の冷たい土の上に死にかかって横たわっていると思えば一種悲壮な気持ちが湧いてくるのであった」「もし死ぬようなことがあったら」と判事が声を潜めていた。 もし死にでもしたらその時こそハンジさんレイモンド城を警戒せねばなりませんなぜならば手下の者はきっと復讐するでしょうからボートルレはしばらく経つと学校の休暇が今日でおしまいになるからといってハンジが相談相手に引き止めるのも断ってパリへ帰ってしまった彼はまたジャンソン中学の学生になった ガニマールは村員の中をすっかり調べたが何の手がかりもないので彼もまた同じ日の夜行でひとまずパリへ引き上げたこうしてわずか24時間のうちにたった17歳の少年の言葉によって少しもわからなかった事件の意図はほぐされた頭を救わんとする強盗団の計画は わずか二十四時間で見事に破られ、かの巨頭をアルセーヌルパンの逮捕は確実になった。新聞紙はボートルレの記事でいっぱいであった。人々はみんなボートルレに驚き、どこででもボートルレを褒める言葉が交わされた。しかもまた一方、ハンジの方では、ボートルレが話したことより一歩も先へ進まなかった。 レイモンド嬢がボートルレと見間違えた男のことも4枚の名画のその後の行方も同じく闇に包まれたままであった葬院の中の捜索も判事は自分自身から毎日出かけて探したがどうしてもわからなかったある新聞記者がジャンソン中学へ行ってボートルレに会ってなぜ探偵を続けないのかと尋ねた。 ボートルレは今ちょうど試験なのであった。彼は試験に落第するのは嫌だと言ったしかし強盗を捕まえるのは大変いいではありませんかと新聞記者は言ったそれでは僕は6月6日の土曜日に行きましょうとボートルレは答えた6月6日この日は新聞に一斉に書き出されたボートルレは 6月6日ドイエップ行きの急行に乗るそしてアルセーヌ・ルパンは捕獲されるであろうとその日ボートルでは一人で汽車に乗った毎日毎夜の勉強にくたびれて彼は眠ってしまったルーアンの見える頃にようやく目が覚めたが汽車の中はやはり彼一人であったふと前の腰掛け王位の上に何やら書いた 1一枚の紙切れがピンで留めてあるのに気がついたその書いてある字を読んでみると「んじは何時の学業に努めよ」「力ずんば何時の上に災いやあらん」「ははなるほど」とボートルでは両手をこすりながら叫んだ「敵の形成は悪くなってきたなこんな脅迫なんかバカらしい」記者はルーアンに着いた ボートルではその停車場で新聞を見て驚きのあまりさっと顔色を変えた昨夜悪漢数名ジェーブル白帝にてシュザンヌ城を縛り猿ツワをはめておいてレイモンド城を誘拐したり屋敷より500メートルの間は血痕が点々と落ちなお付近に血染めの襟巻きが捨ててあったこれより見て 不幸なレイモンド城は殺害せられたりと信ぜらる。ボートルレは体を二つに折り頭を両手で抱えて思いに沈んだ彼はドイエップから馬車を雇ったジェイブル伯爵邸の前で判事に会った判事は何も詳しいことは知らないと言ったただしわくちゃになった破れた紙切れをボートルレに渡した。 それは血染めの襟巻きが捨ててあったところに落ちていたものであった。どうもこの紙切れは何の手がかりにもなりそうにありません。と判事は言った。ボートルレはその紙切れを打ち返し打ち返し眺めた。それには次のような記号と点が紙一面に記してあった。